に行ったときに、いや、ちょっともう神様みたいな、中国語もう一回頑張れるかもしれないと思って、挫折しそうだった中国語を頑張れるかもって思ったの。行って帰ってきて1ヶ月後には仕事辞めますって台湾人の家に住んだんです。え、ちょっと待って、なんで台湾に決めたんですか？今日本で台湾暑いんだ。今日本で台湾来てる。アイコ in 台湾。触覚が、こちらのパフェなんですけど、旬のイチジクフェーダーを使用しました。お湯になっている黒いのが飴になっています。すごい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、あいこです。みかです。はい、今日は私の台湾留学時代のお友達に来ていただきました。こんにちは、よろしくお願いします。今日は私が東京に遊びに来ていて、みかちゃんが東京に住んでいるので誘い出して、今日は夜一緒に居酒屋でご飯食べた後夜パフェしています。イエーイ。で、今日はちょっと聞きたいことがあるんですよ。ねえねえ、これ先食べよっか。これでさ、みかの顔がさ、やばいやばい、飴でできてる。飴だよ。チョコの味だ。美味しい。うん。ねえ、ミカってさ、台湾に留学してたじゃない？はい。私も同じ時期に留学してたのよ。台湾にいたのは多分2年ぐらい。で、学校に通ってたのは9ヶ月ぐらい。うん。私も多分留学は半年ぐらいしかしてない。出会いは師範大学のエレベーター。はい、私がもう可愛い子大好きなんで、エレベーター乗って台湾をつけて、同じ日本人かなと思ってナンパされました。じゃあどうして台湾に留学しようと思ったのか聞きたいです。大学で第二言語で中国語を取ったんですけど、先生がものすごく厳しい先生で、あの中国人もうなんか発音から何からバシバシ言われて、もうモチベーション下がっちゃって単位取れずっていう感じで、ちょっと挫折しちゃって。それわかるの。私も一番最初、実は中国の上海に留学したの、多分2週間かだったんだけど、その時の中国の先生超厳しくて、私めちゃくちゃ中国語初心者なのに攻めてくるの、どうしてそんなこともできないの、さっき言ったじゃないみたいな感じ。ちょっと結構その時に悲しかったのよ。心折れちゃって。同じ人のもう想像以上に大変すぎたから、もう一旦挫折して、で社会人になりました。で、働いてた職場に台湾の人がいて、台湾の同僚がいたの。同僚がいて、結構職場の雰囲気も良かったから、みんなで、でその子ちょっといろいろ台湾案内してもらうっていうので、台湾に行った時に、台湾人ってめちゃくちゃ本当に日本人に優しいから、もうそれに感動しちゃって、台湾に行った時に台湾人優しいってなったのね。そう、あー、よくあるパターン。台湾人ってもう神様みたいな。よくあるパターンの、マジで日本人が台湾にいるから最初に思うことだよね。そう、超優しいよね、みんなが。しかも中国語もう一回頑張れるかもしれないと思って、台湾行って、あんなに怒られた、ちょっと挫折しそうだった中国語を頑張れるかもって思ったの。ニーハオとかシェイシェイぐらいしか分からなかったんだけど、行って帰ってきて1ヶ月後には仕事辞めますって。日本の？辞めて？辞めて、その子にちょっとつてで学校どこがいいかなって聞いたのが師範大学 で共通の知人紹介してもらって、もうホームステイ形式で。え、ホームステイ？そう。え、台湾人の家に住んだんです。え、ちょっと待って、旅行に行った時に一回一緒にご飯食べたぐらいの。やるね。で、お姉さんの部屋が今留学中で空いてるから、いいよって言われた。みんな本当に英語もほとんど喋れないようになって、でもそれが帰ってよくて、もう台湾族
の中国語風で覚えるといいよって言われた。そうだったんだ。で、台湾で留学して、なんで2年もいたの？なんか元々は半年間だけで行くつもりで貯金とかもしてたんだけど、中国語って実際そんなに簡単にマスターできる語学でもなくて、そうだよね、っていうのをもう少しないと日常会話話せるくらいに忘れてなりたいと思ったから、3クールぐらい学校通わないと。で、あとどんどんやっぱ台湾いればいるほどもう台湾の魅力にハマっちゃって。はぁ、分かるわ。どういうところが？え、もうまずやばい、うちは食べてない。もう夜市のなんかもう料理しなせずに気軽に食べたい時にサクッて買えるのもいいし、それ一番好き。そう、日本ないよね。日本ない。でしかも夜遅い時間とかも買いに行けたりするし、食べてみてめっちゃ美味しい。じゃあ台湾で一番好きな食べ物何？マニアックなんだけど、臭豆腐。え、それはごめん、克服できない。ダメか。あの、ヤンシュエイジって言って、と、なんかちょっと塩味の味で絡めて、好きな材料を選んで。何それ？知らない。写真見たら分かるかも。見たら分かるかもしれない。でもキュウリとか、なんかタケノコっぽいやつとか、台湾のおでんとかの好きな具材を選んで、鶏肉と一緒に。で、夜市とかでもあるし、ドンキューとかあの辺に行くと、なんかあの辺にあったもうクラブの前とかも行列なしでできるようなお店で、でもそれ結構コスパもいいから見つけてはよく買って食べてた。めっちゃマイナーじゃん。そう、妊娠してた時もなんかもう無性に、私多分台湾の生活が楽しすぎて台湾料理の方が恋しくなっちゃって。ルーローファンとか。そう、ルーローファンとかもそうだし、あとホーゴー。ホーゴー美味しいよね。なんで日本ないの？ホーゴー一人鍋用のお店とかもあるじゃん、向こう。気軽に最高。そう、なんかそういうのがもう無性に食べたくて、夜市とかのお洋服とかも気軽に買えそう。400元くらい。懐かしい。22とか23ぐらいでだいぶ変わりましたね。大人になりました。大人になりました。あの時すごい格好してたよね。写真ここに。これはもうすぐ化粧なんか。モザイク。台湾のあれが恋しいとかってなる？シーメンディにあるミャンシェン。ミャンシェン。なんか日本で最近ちょっと台湾料理がブームになって。そうなんだ。お店ができてたりしてて、この間新宿の西口にミャンシェンの専門店が、お店の雰囲気も台湾っぽい感じで、すごい行ってみたい。シーメンディのミャンシェンの名前わかる？ちょっと掘り起こさないといけない。あ、知らない。台湾の夜市でやってるディーコアチョー。ディーコアチョーめっちゃ好き。好きすぎて、でも日本じゃ買える場所ほんとないから、家だったし現地の子にレシピ聞いて作ったの。すごっ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんは VPN を使うことで航空券やホテルの予約の代金が通常より安く購入できることをご存知ですか？多くのウェブサイトでは位置情報やクッキーを使い、それぞれの国に合った価格設定をしています。つまり同じ商品でも国によって販売価格がかなり変わってくることがあるんですよ。そんな時にサーフシャーク VPN をつなげて IP アドレスを変更することで、例えばホテルの予約の際や航空券を購入する際、販売価格が最も安い国を選択することで通常よりかなりお得にお買い物をすることができるんです。航空券の購入やホテルの予約の際だけではなく、例えばオンラインゲームなどにもこの方法が使えるんですよ。サーフシャーク VPN をつなげて商品を購入するだけで、お値打ち価格で欲しい商品を購入することができるんです。その他にも海外に行った際に普段使用しているアプリやウェブサイトが使えないことがありますよね。サーフシャーク VPN があれば簡単にその問題を解決することができます。あなたが世界中のどの国にいてもお気に入りの音楽を聴いたり、好きなドラマやテレビ番組を見ることができるんです。例えば私は台湾に住んでいますが、普段サーフシャーク VPN をつなげることで日本限定のサイトを見ることができるんですよ。普段私は TVer という日本限定のウェブサイトで私の好きな日本のテレビ番組を見て楽しんでいます。台湾でも日本の番組が見られるなんてとっても便利ですよね。さて、もうすぐ冬休みですね。皆さん、サーフシャーク VPN を使って大切なお金と時間を節約し、お得に旅行を計画しましょう。下のリンクから飛んでサイトにアクセスして、こちらのクーポンコードを利用すると、今ならクリスマス限定の割引があるのと、なんとさらに5ヶ月間無料になります。素晴らしい。
サーフシャーク VPN は使ってみてもし気に入らない場合は30日以内であれば返金が可能です。皆さんお得なこの機会にぜひ試してみてくださいね。マジで全部がある新幹線のやつ特急とかいっぱいなんか全部があるんだよね。多分アイコ台湾で出てくるかと思います。これです。ありがとうございます。チャンネル登録もしてくださいました。ありがとうございます。登録者が1人増えました。待って、これうちのお父さんも申し込んでた。本当同じこれだったプラン。9分からあと台南の方に向くやつですよね。これなんか最後ちょっといいホテルに泊まるってやつですよね。みんな台湾に行くんだ。東京からなんで、もう同じプランだこれ。え、すごいね、すごい偶然。名古屋からバレーボール見に来たんですよ。明日のバレーボール。そうなんです。名古屋、私岐阜出身なんですよ。岐阜に来てる。優しい。そうそう、なんで台湾に決めたんですか。コロナ明けの初の海外旅行で近いし、近いし食べ物が美味しいって食べ物が美味しいって聞いたから見せたかった。あとね、台湾に行くと日本が1年遅れてるから大変分かるって言われたから。え、誰に。旅行会社の人。へえ、そうなんだ。まあ確かに。でもホリエモンが言ってた話が、ホリエモン台湾と韓国と日本がオワコンが分かるって言った。日本オワコン、やばいやばい。今日本で台湾暑いんだ。今日本で台湾来てる。来てるし、なんか台湾のローカルのお店が食べれるようなお店が池袋にどんどんこう進出してきたりとか。そうなんだ。そう、結構ディープな台湾料理も食べれたり、ヤンローチョン、あの羊の、あ、羊の肉。そう、ウーローファン食べてください。小籠包とか、あと鍋。鍋めっちゃ美味しい。火鍋がめっちゃ美味しい。すごい、だから全部ついちゃってるから。台湾で住んでらっしゃる。あ、私は台湾人と国際結婚で。結婚されてるなんてどうしたら男性のものになっちゃう。台湾人って本当に日本人に対して優しいんで、もうそれにハマってて、私もそうだったんですけど、そうすると向こうで中国語を覚えたりとかもできるんで。そうなんですよ。あと地下鉄もすっごい、あの整備が整ってて綺麗なんで、東京と比べたら簡単だよね。うん、簡単。見やすい。じゃあ今から炒めます。じゃあ締め。さっき隣にいた人たちがたまたまもうすぐ台湾に旅行行くらしくて、びっくりだね。びっくりした。びっくり。しかももしかしたら私の父と同じ。え、パパも台湾行くの。パパね、それこそ私が留学行った時に来てくれたんだけど遊びに。そっから台湾多分好きになっちゃって。ハマっちゃった。ハマっちゃって。そう、一緒にふらってまた行ったりして。めっちゃ好きじゃん。好きなのに負けないように私も行きたいなって。みんな来てください。ぜひみんな来てください。じゃあ今日みかちゃんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。え、みか YouTube チャンネルあるの。ないないないか。まあそのうちみかちゃんが YouTube のチャンネル作るんで、作ったら下に貼っときます。お願いします。登録してください。